ガクトさん、テレスは運動神経抜群ですが、夜の営みでも激しくスポーツ感覚ですか？夜の営み？スイートだろ、そりゃ。そこはスイートだろ。激しくスポーツ感覚で女抱いていいことねえだろ。そうだろ。優しくだろ。優しくスイートにだろ。気をつけろ。気をつけろ。女を雑に扱うんじゃないよ。優しくスイートに。もう、うずらの黄身を三本の指で支えてるような気持ちで優しくですよ。何を言わせるんだ、お前。手つきはやめろ。手の動きは指がいやらしい。いや、そういうわけじゃない、ね。卵の黄身をこうやって持っただけなの。夜も10周競技じゃないんだよ、バカ野郎。バカ野郎、お前。バカ野郎、お前。夜も10周競技じゃないの、バカ野郎、お前。でも、意外にしろ。百獣の王の哲学さん。夜の10周競技の10周を教えてください。夜の10周競技？やめろ、お前。気に抜かれんだろ。610円の前、夜お前、夜の10周競技を飾ってる俺が動画切り抜かれて、お前、武井壮の夜の営み10周、厳選10周みたいな人が切り抜かれて載せられたの、たまったもんじゃねえよ。それこそ、影響出るわ。いろんな影響出るわ。切り抜きチャンネルの主からお前、夜の10周競技を教えてくださいなんつって、お前、こんなスパチャに乗って610円ぐらいのスパチャに乗って、お前、俺の夜の性癖喋ったら、お前、一生笑われるわ、本当に。社会的信用を落とすわ。なめんなよ。切り抜こうとしとるやん。意外にぜ。乗るか。バレたじゃないんだよ、百獣の王の鉄。バレるに決まっとるやん。勝ちたかったら登録しとけ。